今日は A4 用紙で作れる紙おもちゃの作り方をご紹介します。材料は A4 用紙1枚です。まず最初に A4 用紙をカットします。下から3センチ、下から3センチのところで印をつけます。線を引いて線を引いたら今度はこの線の上をハサミで切っていきます。今度は2センチ、端から2センチのところに印をつけます。そして角から線を引きます。線を引いたらこの線の上をハサミでカットします。カットしたら向きを変えて三角になるように折っていきます。この辺がここに合うように合わせて三角を作ります。今度はここの線で後ろ側に折って今度はこの線で折っていきます。これを繰り返していってください。開きます。三角の数を数えて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個。10個の三角ができたら、この端のラインのところで切ってください。そしたら 1、2、3 3つ目のところで折って 1、2、3 3つ目のところでまた折ります。そうすると最後のところがこのような形になりますので下側を上に持ち上げます。そしてこの上に来ているところ、この上に飛び出しているところを
手前側に折ります。今度はここも糊付けしていきます。ここまでできたら、この表面のところに好きなイラストを描いてください。絵を描いたら一旦形を整えます。そして中心のところから一回開きます。ここにも絵を描きます。そしたらまた一回畳んで、中央から真ん中のところから開きます。ここにも一つ絵を描いてください。これでもう一度形を整えて中央から開きます。これで A4 用紙で作れる紙のおもちゃ完成です。好きなイラストを描いて面白い紙おもちゃにしてくださいね。形を整えて真ん中のところから開きます。ここにも一つ絵を描いてください。もう一度形を整えて真ん中から開きます。ここにも好きな絵を描いてください。
口を整えて A4 用紙で作れる紙おもちゃの完成です。